ですよ。維新の会ははっきりと言って再一ですよ。今大阪で大きなテーマになっているカジノ問題と万博の問題、このままだと2029年頃にカジノができるという方向にあります。大阪府民の皆さんはカジノができていいですか？絶対やめた方がいいですよ。なんでかっていうと、ロシアンマフィアが大量に押し寄せてきます。ロシアンマフィアですよ。血も涙もないですよ。カジノをやるには外資系企業を入れてくるしかないんです。日本人だけでできませんからね。今回大阪に作るカジノはどこ資本だと思います？こいつ中国共産党の犬ですけどね、橋本徹は中国共産党の犬ですけど、なんと今回のカジノはユダヤ資本ですよ。もう売国のバリエーションがすごいね。維新、中国共産党にもいる、もうユダヤ人まで連れてくる。お前らすごいな。今回作るカジノはユダヤ資本ですからね。でカジノには確実にマフィアがついてきますからね。大阪観光の中心にユダヤ資本が入って。今日も始まりましたチャンネル翼。今日のお題ですけど、獄中より愛を込めて、改めて自身の回が聞かれて困る質問をします、答えてねーでございます。はい、大阪万博の建設費について、これを中国の汚染の時に黒川米元がですね、維新の会の街頭演説の場に質問しに来ました。で黒川には、これって箱物利権を貪っているようにしか見えないなと思って、で維新の会の政務調査会長の音喜多駿さんにですね、現場で聞いてみました。なんでこれどうしても万博やんなきゃならないのと聞いてみたところですね、大阪万博は投資の波が非常に大きいと、国家事業であるってなんか言ってましたね。リターンが大きいなって言ってました。いや、国民の税金が投入されてるし、完成まで予算がこれからどのぐらいかかるかもまだね、不明確で分かんないし、だって爆発したでしょね、これ利益見込める投資なの？投資家募れるんですかね？おかしいですよね。この背後には維新の会を作った時に、まあね、裏で暗躍していた竹中平蔵さんいるでしょ？ね、でそこにまつわる利権団体とベッタベタの癒着をしてるんじゃないですかっていうふうに思ってるんで、つばさんと聞いたわけですよ。で質問すると、まあ維新の場合、音喜多さんが出てきてのらりくらりしながらね、いや、まあ一応でもね、話を聞いてくれたからその場を立ち去りましたよ。え、警察の方々、ちゃんとここはね、しといてくださいよ、本当に。困りますよ、なんでもかんでも、かけました、かけましたってね。うん。で、実際の現場でどんなことが起こってたのかが、はい、こんな感じで質問しました。ちょっと聞いてみてください。万博を推進している理由は何ですか？万博は国家事業、次の国のね、東京選挙区の、今時万博なんか、こんなにインターネットをやる時代に万博なんかやっても負の遺産になるわけよ。それだったら IT の開発とかに予算を投じるべきですよ。あんたがやってることを自民党公明党とマジで変わらない。今日はですね、人が集まることにも意味があると僕らは聞いてくれてるだけマジだけど、答えがいちいちすっとんきょうです。カジノはあれユダヤ資本だどう見たって。国会議員でさすがにそれ知らないのかよって思われますよ。調べてユダヤ資本ですから、ユダヤ資本のカジノを運営するのはロシアマフィアですから、ちゃんと調べてみて、大阪の感謝の人たちに聞いてみて、あれ山口組ですらないから、ね、入ってくるの朝鮮ですらないから、ロシアのマフィアが束になって大阪に入ってくるのやばいっすよ。それの手助けをしてるのが維新の中枢です。翼の党のこと、テレビでコメントしてくださいまして、それについて、並びにお前が維新を作ったことについての責任を問いにここに来ました。うすうす大阪の人も気づき始めてるんじゃないですか。橋本が作ったのが維新の会、その維新の会が大阪の人たちの生活をぶち壊し続けているわけですよ。橋本売国、へいへいへい、橋本売国、へいへいへい、中国共産党の犬橋本、へいへいへい、中国共産党の犬橋本、へいへいへい、っていうような感じでですね、音喜多さんにね、いろいろ質問したり、ね、橋本徹さんの事務所の前でちょっとわーわー言いましたけど、まあ、こんな感じで
維新おかしいだろって話をね、させていただきました。